西木、天馬宮は、京都市中京区西木工事通信峡国にある神社、天馬天神を祀る。京の台所として知られる西木市場の東の端にあり、学業に加え商売繁盛もご利益に謳われている。長宝五年、菅原道真の父親である、菅原忠田,田自然の宮廷、菅原院跡地にあった、関記事を、源のの宮廷、六条河原の院の跡地に、 移築し、その鎮守者として、天馬天神を祀った天馬宮として創建されたのに始まる。昭和元年には、自習六条派本寺の禅道寺が、当地に移転し、もともとあった、寒気寺を合併して六条道場、寒気光寺と名称を改めた。その際、天馬宮はそのまま鎮守者とした。王仁の乱の後、寺、宮ともに、高辻から住まに移転したが、天正十五年には、 豊臣秀吉の都市計画のため、寒気工事とともに、西木工事東端の現在地に移転した。それによって、所在地名から、西木天馬宮と呼ばれるようになった。1872年には、新物分離令によって、西木天馬宮が独立するが、寒気工事は、その後1907年、東山にあった、報告寺と合併し、その所在地である、 東山区に移転にはさらに山品区に移転し、当社だけが当地に残された。西木工事2の寺町と新京国の間にある鳥居は1935年に建てられたものであるが、その後に設計ミスがある区画割をもとに両側にビルが建てられたため、ビルの中に一部がめり込んでいる。山道からもビルの窓を通してめり込んだ先端を覗くことができる。社務所前に からくりみくじがある。人が近づくと、神楽が鳴り出し、機械仕掛けの獅子舞が始まり、効果を投入して、みくじの種類を選ぶと、神楽に合わせて獅子が舞いながら、みくじを届ける仕掛けが人気となっている。ありがとうございます。